anyone. When you have your alcoholic drink, just know you have to go to my colleague there to assist you. Okay? So have a good time and enjoy the view. Thank you. Sir, there's nothing there. Is it Palm Island? 絶対ダメだ俺来ちゃう。改めまして小沢です。本日は、ドバイ3日目ということでですね、本日も楽しんでいきたいと思うんですけれども、はい、今はですね、ドバイの中心のあたりの、ジャマハーンみたいな駅にあるホテルホリデーインターナショナルというところに今宿泊させていただいております。ここはね、あのブルジュハリファさんとオールドタウンっていうところ、まあ、観光スポットの2つのちょうど間ぐらいにある駅になると思いますので、交通の便としてはなかなか、よろしい場所かなというふうに思います。はい、ドバイ寒いですね意外に。ちょっと私あの今日長袖長ズボンに、した次第なんですけれども、あの今ですね19度、まあ、朝8時っていう形で、とんでもいい時間帯ではあるからかもしれませんけれども、昨日の夜もですねすごく寒かったので、結構この時期今、2月に訪れてるんですけども、のドバイは結構涼しいかもしれませんね。はい、こんな感じで、この辺りはキンキンギラギラしてるエリアではなくてですね、あの落ち着いた、あーびっくりした、落ち着いたエリアになっております。はい、で、本日はですね、ここドバイに今いるんですけれども、ドバイって国じゃなくてですねアラブ首長国連邦の都市の一つなんですね。知ってますね。で首都はアブダビという、ちょっとここからバスで1時間半とか2時間ぐらいかかったところに首都があるみたいですので、あの今日は首都のアブダビさんに行って、でまたドバイの方に戻ってきて、ブルジュさんのあのブ何言ってたっけ今、あブルジュさんの、上の方を登っちゃったりとかする、そんな一日にしたいと思いますので、楽しんでいければと思います。本日もお付き合いよろしくお願いします。で今からね、そのアブダビに行くバス乗り場みたいなところがある駅に今向かおうと思うんですけど、そこまではね電車でを乗り継いで、ちょっとここからだと1時間ぐらいかかる場所になるんですけども、ちょっとそこに向かっていこうと思います。でその駅の近くにですね、あの世界一美しいスタバがあるということで、ちょっとそこでお朝食でもいただこうかななんて思っちゃってる次第です。でですね、ドバイはレッドラインっていうのとグリーンラインっていう2つの線が走っててね、まずはよく使うのはね多分レッドラインってやつだと思う。うん、でこちらシルバーカードというね、日本でいうスイカみたいなやつをこちらにですねピッてして、はいアリオース乗る感じになります。そうそう、こんな感じで、空港がねここかな、どこかわかんないわ、あここだ。で今僕が宿泊してんのがこの辺りなの、ここここか、うん、ほら緑の線と赤の線の交差するところに今泊まってるんだけど、ここから1本でブルジュハリファも行けるし、今ね行こうとしているそのアブダビ行きのバス乗り場もこっちの方なのよ。うん、ちょっと今回はね乗り換えが1個必要みたいなんだけど、うん、はい頑張ります。そうそう、でドバイは結構ルールがいろいろあってね、電車はそのゴールドカード、このシルバーの1個上のカードがあるんだけど、それを持ってる人専用のあの乗り場があったりとか、あと女性専用車両とかがあるんだって。でそれ乗ってると罰金になっちゃうんだって、知らずに乗っちゃってると。だから気をつけてくださいね。The final destination of this train is Expo 2020. The next station is...
旦ね、このジャバアリっていうのかなっていう駅に、到着して、ここのステーション4からステーション2にね、ちょっと移動して乗り換えをしていきます。 Where is the station 4? A station 2? Where do you want to go? Oh, in... Batota, last. Last. Yeah, last up. Ah, thank you. こっちですって、大きいですね、駅が。なんかここら辺から、降りてきて、一番この端っこのとこ乗ってけということで、こちらの電車に乗っていきます。あ、ここか。赤の39番のイブン・バチューターみたいな駅になりますので、ここからは一駅ですね。よし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 。はい、ということで、アブダビ行きのバスが走っているイブン・バタードゥみたいな駅に到着しました。ここもでかいね。で、この近くにイブン・バタードゥモールっていうのがあって、あのそこのモールの中にそのスタバ、有名なスタバが入ってるんだって。5ディルハムだから200円ぐらいでここまで来れるんだね。だいたいレッドラインと、グリーンラインっていうのが走ってて、そのエリアはどこまで行っても確か1回乗るの200円だった気がする。確かにこのシルバーなんとかだったら、ほんでここがバス、もう降りてすぐですね、この駅降りて、で隣にあるのがこれがモールだ。あー、空いてないですね。空いてる？ちょっと先に行きのチケットを購入したいんですけども、これにね、あのチャージすればこれに乗れるみたいで、片道がね確か35ディルハムとか25ディルハムとかだった気がします。わあ、なんて書いてあるかわかんないな。で確かね、チケット売り場みたいのも隣接されてるみたいなんだよね。あれかな、ちょっとあそこら辺にチケット売り場みたいなとこあるから、ちょっとそこで聞いてみたいと思います。はい、 Excuse me, I wanna go Abu Dhabi. Where is the ticket? Buy ticket? Oh, silver card? Yeah. How much is this? 25? Oh. Ah, これ What one more? Sorry. Ah, okay. Taxi? Yes, this is nice.25ディルハムだって。でこれにもう25ディルハム入ってるからこのままでいいよと。でどこだったんだろう、場所はどこなんだろう。行った。Excuse me.What's bus number? Go to Abu Dhabi. Yeah. One more, sorry. E101. Oh, where the bus? Under the bridge. Where? Under the bridge. Under? Ah, thank you. 101のバスだって。で、under the...バスステーションっつってたな。そんなとこあんのかな。あ、これに書いてあるわ、この矢印のとこに。この E101 はこっちだって。ここがもう出口で、この標識に書いてあった。 Thank you very much。 こっちですね。 Tell me. Thank you. あれだって。あ、教えてくれた。はっはっは。ここから出ます、皆様。モールの、あの人こういうタクシー乗り場のニアって言ってたのか、タクシー言ってたから何言ってるのか分かんなかったけど、このねモールの橋の下のあたりで、出るみたいですので、一番早くだと3ミニッツで、次が9時40分10時で、このイルビーゾンテみたいな駅ともう一個ね、あの
オールドドバイの方で、こういったアブダビまで連れてってくれるバスがあって、こっからだと1時間半ぐらいなんだって。でそっちのオールドドバイっていうところから出てるバスで2時間ぐらいって言った。でしたら10時半ぐらいのに乗っていきましょうかしらね。うん、あと1時間ぐらいは、コーヒーでも飲みに行きましょうか。あ、よし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 。はい、このね、なんとかなんとかのモールはね、10時からオープンみたいで、今9時半ぐらいだから、このモール自体はねまだオープンしてないんだけど、その有名なスタバさんは、もうやってるみたいですね。はい、見てこのモール内アラブ感満載でございますね、ここからね。あ、ちょっとフードコートみたいなのあったから、ちょっとここでご飯も食べちゃおうかな、ちょっとね。ああ、いいね、このショッピングモール。なんかドバイモールより個人的にはなんて言うんでしょう、いい雰囲気というか、まあ、人が少ないからかな今。あ、これかな、このスタバさん、もしかして噂の。でもあんま大きくないな。あ、違うな、あれ違うとこ来ちゃった。もっとすごいのよ、こんなね。これ世界一なわけないでしょこれね。うん、Excuse me, where is Starbucks? Push here. Push here. Yeah, you have to go straight. Yeah. After the Egyptian. Ah. Near to center point. Ah, thank you. 失礼ですね。スタバの店員さんに別のスタバを聞くっていうのは。あ、わ、この天井もすごいね。うん、あった。これだ絶対全然場所違いましたけども、皆さんご自身でお探しください。うわこういう感じね。 あらすごいわね。うわこれはすごいわ。確かにもうモスクだ、綺麗なモスクの中にスターバックスだ。こんな感じの優勝ですね、朝から。これはしかも今さ、周りのお店がやってないからダヤダヤしてないのよ、この朝のこの時間。あー、贅沢なひととき。それでは、こちらでコーヒーいただいちゃいましょうか。至福のひとときだ。ちょっとさっきのね、フードコート場所が全然違ったから、ここでちょっとパンでもかぶりつくか。あんまりパン食べない人だからこういうの分かんないんだけど、どれが、あ、こっちにしようかな、サラダみたいな。あ、これにするか、ブリトーみたいな。いつもこんなんばっか食ってる。 Can I get hot coffee? Hot American? Hot American? Yes. What size, sir? Medium or large? Oh, medium size, please. Medium size. And what? Medium coffee or strong coffee?Oh, medium coffee. Medium coffee. Yeah. Well, anything else? Cheese croissant. Cheese croissant. Yes. Make it warm? Yes. That's all? Have it here, sir. Take away. Oh, here? Have your name, please. Oh, I'm Osada. Osada. Yes. Croissant, 指さしたら。ぶつけた。すごいね。Your pin, sir, please. Right. Okay. Your drinks for belly on that side. Thank you. Yes, ma'am. Good afternoon. Good morning. わー。うわーしか出ないね、これね。ここに来るならちょっと早めの時間、朝でさ、お店がやってない10時前とかに来るといいかもしれないね、この感じが。頼んだのは、このチーズクロワッサンみたいのと、ホットコーヒーですね。クロワッサンってこれで食べるんですか。手でいきましょう。
確かに世界一美しいっていうのは分かるわ。なんかフランスで綺麗なあのスタバも行ったことあるんですけども、ここはさスケールが違うのよ、広さが。うん、ちょっと度肝を抜かれましたね。ということで、バスに乗っていきたいと思います。なんかね10時40分の、バスがありましたので、ちょっとそちらに乗っていこうかなと思います。ここですね、アブダビ行き、こちらに並びます。アブダビ到着。約2時間かけてですね、こちらアブダビバスターミナル到着しました。で、帰りのバスは同じようなこのバス停で出るみたいな、このドバイ行きって書いてあるから分かりやすく、めっちゃ並んでるけど、僕はですね、あの目当て一つしかなくて、あのモスクがあるんだって、めちゃくちゃ綺麗な、またそれも世界一っぽいんだけど、それを見て、帰りたいと思います。で、バスターミナルこんな感じで、あ、まあ、休憩所とか軽食買うとことかあるし、ここでチケット買うんだろうね。でね、ドバイ行きにもこの乗るカードでここでチャージして帰れるみたいなんだけど、今聞いたらね、キャッシュしかできないんだって、チャージが。ちょっと僕ね、そんなキャッシュ今持ってなかったから、どうしたらいいんだろう。まあ、券売機みたいなのあるから、あれでこの乗るカードにチャージする感じにできるのかな。それか、まあここで現金引き下ろすかしかないね。先やっとこう。やっぱね、キャッシュオンリーだって、いろいろ調べ聞いてみましたけども。ということで、ちょっとお金25ディルハム、下ろしてですね、はい、このノルカードに、この1番2番カウンターだって、これで、チャージしてもらって、そしたらね、一応帰りもこれでいけるから。かも向こうでこの乗るカードにドバイから来る人は帰りの分も入れといた方が良かったかもしれないね、お金ね。ここのアブダビの交通、あれがないのよ、電車が、ドバイと違って。だから、バスかタクシー移動しかないんだって。ただあのね、バスはこっちも専用で、この乗るカードと別のやつを買わなきゃいけないんだけど、ちょっと面倒だな。ちょっとね、そのモスクまではタクシーで行こうと思います。はい、ドタバタ。ウーバーを使ってちょっと今呼んでみましたけども、今マッチング中。ここにね、タクシー乗り場あるから、まあ交渉できる人はここで聞いてみるといいかもしれないけどね。捕まったわ。50ディルハム2000ぐらいすんな。あ、高え。ウーバーだと2000ぐらいするわ、ここ、モスクまで。交渉した方が良かったかもしれないな。でさ、僕の調べ不足かもしれないんだけどね、アブダビってね、そんなに観光するとこないのよ。調べてもね、モスクぐらいしか出てこないの、観光地として。首都なのにね。なので私2時間かけて、こちらまで来て、その世界一という有名な、モスク見て、2時間かけて帰るという、そんなプランになっておりますけれども、贅沢ですね、とっても。
Uber? Yeah. Okay. よいしょ。よろしくお願いします。Hello. Hello. Go to mosque?とっても綺麗だね、うん、なんか建物の高さもそんなに高い建物がこっちはなくて、ここだけあのなんか、あでも向こうの方なんか豪華だね、うん、確かになんか何もなさそうね、アブダビね。 Thank you. よいしょ。はい、モスク到着。でかえ、この目の前に見えてる真っ白いやつが、こちらがですね、とっても長い名前のモスクでございます。やば、ここがなんかもうアブダビで一番の観光スポットなんだって。そんな感じします。で、なんかね、ここから地下を潜って歩いていけるよって言ってたから、ここを通ってですね、行きたいと思います。でね、あのモスク、このモスクはね、無料なんですって、見るのは。だから本当に、たくさんの方々がもううじゃうじゃいらっしゃっております。あ、ここに地図あるけど、右の方だ。はいはい、こっちですね。なんかこのモスクのあたり何もないって聞いてたからさ、向こうでご飯とかちょっと軽く食べたけど、一応マックとか軽食食べるようなものはありそうだね、こういうカフェ系がね、うん、わーすごい人だ本当に。あ、なんかショッピングするところとかも結構あるね、うん、こういう、なんですか、うん、とか、うん、あ、こういうね、お土産か、もう金ですね。はいはい、こちらの方がアクセスパスポート。あ、こっちか、こっちから、入場する人はするみたいですね。なんかこれ列ができてるけど、この QR コードを取ってなんかいろいろと入力しないといけないっぽいね。とかいらないって聞いてたと思ったんだけど、これなんか必要なの？なんか今の QR コード取ってみたら、なんか簡単な説明みたいなやつなんだよね。でみんななんか画面見せてんだけど、なんかチケット買ってんのかな。ちょっとよくわかんないんだけど、なんか入れないよ。なんで？どういうこと？なんか入れないって言われちゃった。観光客はダメなのかな今。なんかさ、チケットみたいの持ってる人もいるんだけど、どういうこと？マジでわかんない。チケットいらないって書いてあるんだよな、ネットで調べても。ふざけてるから格好が。一応なんかあったようにさ、前回の動画で買った頭に巻くやつ持ってきてたんだけどな。でも入ってる人いんだよな、なんで。あー、わからん、もうめんどくさくなってきた。なんかね、女性はスカーフかぶってない人はダメだよって、なんかあの入り口のとこで言われてるっぽくて、で一応なんかチケット必要って聞いたら、向こうの方で必要って言ってんだよな。時間帯がダメな時間帯なの。
went to go mosque. Can I you need ticket? Ticket, yeah. No, free? Free, but scan the QR code, you can make an online booking. Free, of course, only online booking. Okay. 予約が必要。そう、キャルコ？予約必要なんだって。あ、その予約の時間に合わせてみんな入ってんの？混んでるから？うわ、本当だ。知ってた？日付と国名とかメールアドレスとか、そういうのを入力してくださいと。で、こういう服装ね、ちゃんとチェックしてくださいねって、なんかこういう注意事項ね、ちゃんと読んでくださいと。格好とかちゃんとしてくださいねってやつ。そしたらこんな感じでね、アクセスパスっていうのが出されますと。あ、そういうことね。この QR コードだって、そこら辺にあるから、ね、QR コード取って、で、ほんでさっきの列に並んで、入るという感じになりそうです。通れた、これで通れた。みんなちゃんとチェックしてね、最初。はい、中の方に入ると、こんな感じの、もうね、白くて、綺麗な感じが見えてきましたけども、この奥ですね。あ、ここでなんか荷物検査みたいのが。あ、ここで QR コードか。はい、だいぶ頑丈な、なんていうの、セキュリティ、荷物チェックもろもろしてやっと中に入る感じになりますね。はい、写真撮って OK？ 大丈夫楽しんでおいて。はい、今いいとこ撮ろうと思ったらめちゃくちゃ日本語で話しかけてくるからびっくりした。ということで、じゃん、こちらがなんだっけな、ですね、シェイクザイドグランドモスクというですね、真っ白いモスクでございます。さあ、中に入っていきますよ、皆様。真っ白、本当に真っ白。こちらがまず一番最初のでっけえ間になると思いますので、ちょっと風の音うるさいですけれども、現地はとっても静かでございます。くわ、圧巻だ。すごい白い。見てよ、もう敷地の無駄遣いどころじゃないです。ぐるっとこれ一周できるようになってると思うんですけれども、このモスクの名前を言いたいんだけど名前が覚えられませんね、なんか。はい、で、こっちはこの綺麗な、これ触っちゃっていいんだね、すごい綺麗な柄が描かれた柱が、逆光だな、ほら、こんな感じの綺麗な柄が描かれている柱がこんな感じでずらっと並んでるのがすごく綺麗、細かく
綺麗ね。うん、はい、これが一周ぐるっと、わ綺麗ね。これが一周ぐるって感じなのかな、もしかしてね、うん、そうかもね。だともういいかな。ちょっと一応奥も行ってみましょうかね。はい、今ちょっと半分ぐるっと回ってきて、あそこが入ってきた入り口なんだけど、こっちからはもう綺麗ですね。さあ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 、はい、これちょっと中に入ってきたところなんだけども、わあ、綺麗なシャンデリアですねこれね。なんちゅう、なんちゅう綺麗なんでしょうかこれ。このさ、下がもうツルツルだからさ、ここに反射してんだよねこの上のは。あ、違うわ、これ奥のだ。ああ、お腹いっぱい気味。すごいね、こういう、やっぱこういう綺麗なところには入らないようにされていて、でこの奥、皆さんここすごかったよこれ。ではご準備はよろしいでしょうか。こちらまだですね、ぐるっと回ります、少々お待ちください。やってまいりました、こちらがすんごいシャンデリアでございます。じゃ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 ん、力、アブダビの力を感じる。なんというこれすんごいでかいよ、びっくりするぐらい。改めましてアブダビの力の象徴でございます。でさ、ちょっと上もすごいんだけど、この下に引き詰められたこの絨毯、この絨毯も、あ、すごい、向こうの方まで全部一面さ、なんていうの、引き詰められていらっしゃいますので、向こうまで、これがまたこの上のシャンデリアをあの彩ってますねこれ。そして皆さんの写真の向こうには、あ、さっきのあれだ、アブダビの力が、あ、こっから見ると3本立ってるわ、奥に 1,2,3 本と。どうですか皆様、バイバイ。さよなら、また来てね。ということで、バス乗り場に戻ってまいりまして、今から1時間半かけてドバイに戻ります。滞在時間約1時間半。よいしょ、はい、今日朝出発した駅まで戻ってまいりました。ではですね、ここからですね、私はもう今日のメインディッシュ、ブルジュハリファに今日は登りますので、それに向かいたいところなんですけれども、もう予約しているお時間を、過ぎているという次第でございます急げ。急げー遠いのよ駅からブルジュハリファ。このね、ドバイモール行ってここからくぐってね行かないといけないんだって、地下はい、多分ブルジュハリファの内部に入ってきたと思うんですけど、ここか、チケット、ここっぽいな、上に上がるやつ。
excuse me. なるほど。プロジェクトはアップ。Thank you. はい、ここでございました。ああ、登ります。もう時間過ぎてますけども、今回チケット予約してたのよ。うん、ちょっと後で説明するけれども、今回上に上がるが、ちょっといい感じの上に上がるなのよ。うん、意味わかりませんね。とにかく一回上がります。すっごい上の方です。はい、こちらチケットをゲットでございます。そしてこのシール見て、 VIP でございます皆様。私が、はい、こちらスカイラウンジというところに向かっていきたいと思います。こっちですね、間違えました。はい、わあ、ちょっと待っててエリアが豪華でございます。ここからすごい。ここから、ちょっと後で説明しますね。Please make sure you all have the speakers visible. It is for the front track. If you have Sky VIP, it's for level 148. One like this. The all can continue the line from the back.並べと整列です。一旦整列をしてですね、上に並んでいくんだと思います。はい、VIPじゃない人もいます。さあ、いざ出陣でございます。はい、しっかりと一列に並んで列を乱さず、皆様しっかりちゃんとした歩幅でね、合わせていきます。いりませんね、この解説で。剣にも種類があってね、これね、一番上まで登れるやつなのよ、これ VIP だから。で、もうちょっと下のね、もうちょっと下しか行けない人たちもいて、それが124階か5階、そこが結構こう、見渡せる場所みたいな。で、今回私VIP のためですね、もうちょっと上に上がって最上階から、このドバイを見渡せるところまで行けます。はい、こちらでチケットピですね。はい、ハロー、入りました。やっぱりそうですよね、世界一の、タワーですから。荷物チェック入ります。はい、荷物チェック通過しました。厳重ですね。そして続いてはですね、ブルジュハリファの模型でございます。ここはスルーでございます。一流の方々は、私これにですら、食いついてしまった次第でございますが、そんなに見ないと。はい、そして、お偉い人、はい、さあここからは、流れないのかい。この流れる歩道を流れてない時つまずきますよね。はい、ここら辺はブルジュハリハーさんのおそらく歴史ですね。2009年にできたんでしょうかね、うん、一応ですね、誘導してくださってる女性の方がいろいろ説明してくださってるんですけども、ほとんど前の5人ぐらいしか多分わからないですね、この流れだと。なのでいらないですね、これね、さっさと通らせてもらいます。すごい、やっぱり優先していただけますね。いっぱい左手ではたくさんの方が並んでるんですけれども、それを横目に、通過していきます。
ついにエレベーターでございます。皆さん、なんかエレベーターの壁に125って書いてあるから、これは125階まで行くんでしょうね。あ、こっち映るかな。今降りてきてると思う。ほら、早っ。徐々に降りてきてるんでしょうね。今80階通過しました。さあ到着しました。エレベーターオープン。おお、みんなやりきった顔して帰ってきました。さあちょっとエレベーターの中は静粛に行きたいと思います。気分上げてくるね。May I help you, teacher? この階のそっちの方行ったら、もう絶景が見える高さまで来てます。多分この辺りが124階の辺りで、綺麗ですね今。あ、ソーリー、ごめんなさい。すいません、すいません。Khalifa. Thank you. もうちょっと上。さあ、到着です。うわ。ラウンジでございます。選ばれたものしか来れないラウンジ。Thank you.絶対ダメだ、俺来ちゃう。最上階だと思います、このブルジュハルバの。まずは絶景を見ましょうね。はい、いきますよ。はい、暗いっていうね。微妙な明るさだね。本当はさ、17時1時間前に来て明るい姿も見せたかったのよ。それが遅刻しちゃったから、もう18時15分でめちゃくちゃ歌ってる人いるじゃん。こちらからの景色もどうでしょうか。皆様、580何階からかの景色でございます。微妙ね、もうちょっと暗くなって絶景をね見せた方がいいね。これね、すんごい中途半端の見せちゃったね私ね。こういうの配ってんだよ。これなんか軽食みたいのがちょっとうるさいな。
全部うまい。ちょっとちょっと下の階もあるよ。ちょっとみんな飲み物もらってんだけど、どこでもらえんだろうな。ちょっとあの飲み物と軽食が出るって言ったから、ここだ。これはコーヒーだと思うんだけど、しかも TWG のコーヒーだ、カフェだ。あとこういうちょっとナッツとかドライフラワー系ですね。ドライフルーツです。ドライフラワーは有利になっちゃいます。こっちも絶対美味しいドーナツ系ですね。ちょっと私腹ペコリなので、ごめんなさい、ちょっともう撮影のことなんか考えてませんけど、いつも食べないやついろいろ撮っていきたいと思います。アルマーニって書いてありますので絶対もらいます。ワンプリーズ。Thank you. チョコレートとバナナ。Oh, thank you. どうぞとしろ。ドーナツ。ごめんなさい、マジでうまいっすね。ケーキってこんなおいしいの？接待もすごいのよ。黒服みたいの着てる人いっぱいいて、水頼んじゃったけどさ、恥ずかしながら。ドリンク何かいかがですかとか、こういうケーキあちらこちらで配ってる。金額はですね、3万円です。ここそうそう。でね、このブルジュハリファのこのラウンジっていうのが一番上の階になるのね。で今回クルックさんを使って予約をさせてもらったんだけど、なんとですね、これクルックさんのご厚意で、あのこちら、まあ、ご招待って言って変だけど、まあ、無料というか形で、あの使わさせていただいてます。使わさせてチケットをいただいてます、はい。昨年ですね、あのクルックさんの方であのすごい頑張ったでしょうっていうのを年間でいただいて、それの、まあ、お礼みたいな形でここご招待していただいたみたいな、そんな感じでございます。 Thank you。 そして最後、アルマーニいただきます。お上品。そしてちょっと暗くなってまいりましたので、外の絶景をですね皆さんにお見せできればと思います。はい、こちらがもう最上階一番高いところからの絶景でございます。どうでしょうか、ドバイの夜景はどうでしょうか。ただただ高いですね。はい、そしてこっちがちょっと、違うような場所にちょっと来てみましたけども、この下が多分この時間だと19時から噴水が上がるこの池になると思うんでね、これを私上から見たかったのでちょっと来てみましたと。あと15分ぐらいお待ちください。あのおそらくですね、
1日目に見たとっても迫力のある噴水ショー、始まってはいるとは思うんですけれども、上から見るとですね、全く迫力が伝わりません。なんかポツポツやってんなぐらいにしか、ブルージュさんの上からだと見えませんので、あ、多分結構盛り上がってると思うんですけれども、これね今、はい、噴水ショーは噴水ショーはですね、1階から見た方が良さそうです。はい、ありがとうございます。噴水ショーは1階から見ましょう。あそこからだったら何やってるか分かりませんでしたので、はい、しっかり、ここから見るのがすごく綺麗だったかなというふうに思います。ということで、ドバイ3日間はいかがでしたでしょうか。本当はねもうちょっと、ぐるぐる回りたいところもあったんですけれども、体力の限界でございます。今回の動画が少しでも面白かった、役に立ったという方はぜひ高評価ボタンポチッとよろしくお願いします。では、ブルジュハリバスさんの前で終わらせてもらいます。また次の一人旅で会いましょう。バイバイ。